ALIMOMO! キュンキュン！どうも、アニマモです！キューン！はい、ということで、今回は緊急生放送ということで、生放送でお送りしてるんですけど、はい、まあ私たちがね、動画が50本目上がったということで、はい、今回は、緊急で撮らせていただきました。いやー、嬉しいね、もう50本か。うん、早いね、マジで。50本ってすごい早いよね。で、今回はじゃあもう質問の方、早速、さっと。読ませていただきたいと思います。はい、で私たちはすっごいラブラブなんですけど、うん、どうしてそんなにラブラブでいれるんですかっていう質問がありました。うん、何だったと思いますか？でも、うん、なんだろう、逆になんかこうやって付き合うのももともと運命だったって思ってるし、ラブラブじゃないカップルが分かんない。ね、分かんない。私も本当に分かんない。全然分かんない。ずっとラブラブだから。だからなんで逆にラブラブでいられないの、うん、っていう感じで不思議だよね。全然不思議。でも私たちは運命として繋がってるから、うん、なんかそういうこともあるのかなって感じで。ずっしょって感じ。そうです。で、2問目は、なんかいつも髪の毛を揃いだけど、髪の毛は自分たちで決めてるのっていうことですね。どうですか？髪の毛に関しては、うん、でもお互いにいい色だなって、うんうん、あの外出た時に、うんうん、あの色可愛かったとか、うんうん、あの色良かったって思った時に、うんうん、もうお互い話し合って次の日には美容院で変えちゃいます、うん、変えちゃいます。だって私たちラブラブだもん。キュンキュンはい、最後ラストの質問になっちゃうんですけど、運命って信じますかって質問が来てます。どうですか？いや、もう信じない方がおかしいでしょ。そうだよねじゃあちょっと追加で質問来てたんだけど、最後本当にラストの4問目、うん、結婚は考えてるの？結婚はもう付き合った時から考えてます、うん、やばいんだけど、どうしようどうしよう。今度プロポーズしようと思ってます。それ絶対今言っちゃいけなかったよね。やばい、言っちゃった。やばいやばいやばい、サプライズになんないわこれ。やばそれでも私はどんな言葉でプロポーズしてくれるのかなって、それをサプライズにしてる。まあ楽しみにね。うん、ということで今回の生配信でした。ありがとうございました。せーの、バイバーイ。バイバーイ、うん、バイバーイ。切れた。ねえ、ていうかさ、今月給料入れた、うん、入ってないんだけど、口座の中に。いや入れてるよ。いや入ってないし。いや入れてる。入れてるってもしかしてさ、うん、5万のこと言ってんの？うん、は、意味わかんない。何5万って。あのさ、はそんなはしたりにいらないんだけど。今月全然稼げてないから。パス。でもうちら半分半分で約束だったじゃん。そんなん知らねえよ。は、意味わかんないんだけど。編集だって交代交代でやってんだからさ。企画してんの俺でしょ。は、それで半分以上取んの意味わかんないんだけど。いや、てかそうやってさ全部考えたりしてんのもこっちも疲れるわけ。っていうか、あのそんだけ言うんだったらもっと自分で考えて、もっとさ、てか私の携帯どこ、マジで。ねえ、これじゃないの。マジうざいんだけど、腹立つわマジで。マジでさ、もっと動画出せって。ふっくん、え、今日、おい、え、お店、え、どうしようかな。え、ふっくん、お前さ、は、ホストとばっか電話すんのやめろよお前。いつも別によくない。お前さ、YouTube のお金全部ホストに使ってるの俺知ってるから。だから何？私の幸せはホストなの。いや、それていうかさ、私だってさ、お前の目見るだけでも気持ち悪いしさ、吐き気がするのにさ。こっちだって嫌だ。こっちだって YouTube やってんの。お前企画聞かうって言うから、毎回考える企画がマジ気持ち悪いよ。お前じゃあ自分で考えるよ、じゃあ。は？マジ意味わかんない。知らねえよ、こっちだ。こっちはキモって思いながら毎回やってんだからさ。知らねえよ、お前。マジで、ホストの電話切れたじゃん。腹立つな。お前さ、そういうことしてるからお金なくなんで。は？もうマジあんたとやってらんないんだけど。こっちだってやってらんねえよ。じゃあ、じゃあ出てきなよ、気持ち悪いの。言われなくて出ないよ。一生その顔見せんな、マジで。知らねえ。もういいわ、お前いなくても。お前これでもうお前ともうカップルとかそういうビジネス系のもの全部やめるから。別にいいから、別にいいから。マジで、新しい彼氏ができましたって言ったらみんな応援するし、お前が浮気したことにするから。マジで。あっそう。うん、じゃあ一生面見せんな、キメえな、マジで。はっ、クソ腹立つんだけど。気持ち悪い顔しやがって、くせえし、めっちゃくせえし、なんかよくわかんないけど。待って、え、皆さん、ええ、ドッキリです、ドッキリです。あれドッキリですよこれは。ドッキリドッキリドッキリだよ。え、アリくんって言ったら全然戻ってくるし、全然アリくん、ほらアリくん。エイプリルフール意外と来るの早いですね、今年は。終わったと思ってたのに。バイバーイ。